修造式四字熟語道場始まったわけねえだろ。そんなわけねえじゃん。修造式四字熟語道場始まるぞ。みんなおはよう。うん、1日目の今日、はい、ふわ、雷動、雷がね、ゴーンとなると、あっちにも、こっちにも反響するみたいに、人の意見にね、あ、そうですね、あ、そうですねって、すぐ流されてしまうやつよ。ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。皆さん、おはようございます。2日目の今日はこちらです。一生懸命です。本来生まれるって書く人もいますが、僕はこちらを教えられてたんですよ。まさに今ここ一つのところに命をかけるってことです。ユニナノガイアで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。フレーフレーあなた、フレーフレーそこの君、フレーフレーユー。今日の言葉、知ってできねえな。今日あなたを知ってできねえ。また明日、ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。みんなおはよう。4日目の今日は弱肉強食だ。ちなみにこれは焼肉定食。ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。みんなおはよう。いいやつだね。5日目の今日は切磋琢磨。仲間がいて自分がいる。互いに競い合って高め合っていく。それが切磋琢磨です。君たちにそういう仲間いるか、いないのか。大丈夫、俺がお前の友達だ。よろしく。ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。中途的に文字文字中華熟語道場、いや激ヤバで、すっげーいい感じで、そろそろ始めるけっていうか、ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。みんなおはよう。君とはいい出会いだね。うん。7日目の今日はこちら、いちご一円、乾杯。ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。皆さんよろしくよろしくよろしく、おはようございます。いいですよ。うん。8日目の今日は社交辞令ってあるでしょ。鋳造さん素敵、鋳造さんかっこいい、本当ほら。ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。みんなおはよう。9日目の今日はこちらです。電光石火と言います。またさ、ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。みんなおはようございます。10日目の今日は自問自答ってことですね。自分の中で迷い葛藤する様を自問自答って言います。ほら今日は練習サボっちゃおう。ダメだよ、一日でもサボったらそこで差がついちゃうよ。でもいいじゃんね。ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。よっしゃー、おっ、そこ、そこ、我慢、いけ、耐えて、いやー、ユニナノダイヤで勉強、頑張れ。鋳造式四字熟語道場、始まるぞ。皆さんおはよう。12日目の今日は
心伝心。分かった、伝わってるだろ、これが以心伝心だよ。よし、じゃあみんなまた家にナノダイヤで勉強頑張れ。鋳造式四字熟語道場始まるぞ。あの後元気出てくるでしょ。疲れたら笑ってごらん、疲れを追い出してこう。じゃあまた明日。家にナノダイヤで勉強頑張れ。鋳造式四字熟語道場始まるぞ。みんなおはよう。悔しいな。14日目の今日は合心昇誕。家にナノダイヤで勉強頑張れ。鋳造式四字熟語道場始まるぞ。違いますよ。親が望んでるのはみんなが健康で元気に暮らしてほしい、ただそれだけです。最後の言葉は無病息災。みんな健康で元気いろよ。本当に最後まで俺に付き合ってくれてありがとう。また会おう。家にナノダイヤで勉強